とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン、中盤から終盤にかけて、ちょっと難しくなりますので、注意が必要です。では、行きましょう。まず1回ですね、クリーパーが多めに出てきますけども、2発で倒せるので、まあ大丈夫だとは思います。そこまで注意することはないですね。クリーパーをね3発叩かないと倒せなくなったらちょっと注意なんだけども、2発で倒せるうちは大丈夫だと思います。はい、まあここはクリーパー出るとしても5体かな、うん、なので大丈夫です。終わり。あと、こっち側の敵を倒しておしまいですね。はい。おしまいです、これで。1回は、まあ、問題はないと思います。で、ここ、報酬でパワーシェイカー、取っていってください。で、ここ、リープリーフをまず倒してくださいね。うん。で、ここのスライムを、まあ、うまいことパワーシェイカーで巻き込んでいくと、サクッと、倒せますし、このね、スライムたちは矢を落としやすいです。なので、できるだけ矢が出てきてくれると嬉しいところですね。2回クリア、報酬いりません。で、ここも特に問題は、ないですね。風使いがちょっと鬱陶しいぐらいで。おお、なんか落ちたぞ。風使いがなんか勝手に落ちてった。よし。わお。風使いのこのノックバックがね、鬱陶しいんだよね。まあ、弓を使っていけば、早く倒せるとは思います。で、上は氷使いがいます。効率使いはね、HP も低いし、そう注意すべきではないところだと思います。はい。3回クリア。報酬何もいりません。で、4回ですね。4回が、クリーパー出てくるんですけども、ここはね、もう攻撃力が足りなくなって3発かかるんですよ。なので、クリーパーの処理には注意してください。普通に叩いて倒すのはちょっと難しくなってるので、逃げて起爆するようにするといいですね。で、こっち側にもまだ、クリーパーが出ます。パワーシェイカー使えば、まあ、普通に叩いて倒せるので、倒す時にはパワーシェイカーを使うようにしましょう。あと1体、いや、もういないか。よし、まあ、クリーパーそんな多くないですね。で、これでおしまいです。4回クリア。報酬何もいりません。で、5回がねちょっとめんどくさいです。うん、まあ、とにかく動きをね止めないように行動していってください。で、このど真ん中ではあんまり戦わない方がいいです。ど真ん中で戦うとどうしてもね火だめが多いのよ。なので極力ど真ん中じゃないところに敵を引っ張ってきてちょっとずつ倒す感じが無難だと思います。 OK。 本当にここら辺で戦ったりすると集中攻撃もらっちゃいますので、極力敵はある程度分断してから戦うようにしましょう。んで、これでおしまいかな。逃げんな。ちょい、逃げんなってうっとうじ。はい、5回クリア。ここの報酬で星夜取っていきましょう。
で、星なき夜、エンチャントを入れていきます。とりあえず火属性1と働き鉢1で大丈夫です。蜂がね、1でもついてると全然違うんだよね。とにかく蜂をたくさん召喚したいところ。うん、やっぱ出るね。蜂のね、このパーセンテージってあんまり当てにならないんだよね。確か、1では20%か、そんぐらいなんだけども、いやいや、それ以上にね、召喚されると思う。まだいたか。で、あと1回。あー、もう終わりか。意外と早く終わるね。はい、ここ何もいりません。そのまんま行きましょう。で、ここも、ど真ん中で戦うとえらいことになるので、極力、敵を分断して戦うようにしましょう。で、シュルカーは、先にね、ある程度処理しておきたいところです。このシュルカーが戦いにくくなるのよ。で、ここは箱がありますので、箱は忘れずに取ってくださいね。よし、箱取ってきます。 OK。 で、あとはここを開けます。はい、開きました。で、エンチャンターがね、今、とりあえず1体は倒してたんだけども、2体いますので、エンチャンター注意ですね。で、残り終わりかな。いや、まだいる。あー、お前か。はい、7回クリア。次行きましょう。ここ報酬で、これバトルローブ取っていってください。で、バトルローブに雪玉3ですね。攻撃力も上がりますし、雪玉で耐久面もまあいい感じです。で、ここ敵がね、結構戦いにくい、狭いから。なので、ここの段差を使ってうまいことね、弓を無効化してあげると戦いやすいと思います。うん、まあ今回は結構いい感じに蜂がね、働いてくれてるんだけど。8回クリア。次行きましょう。ここでハーベスターを取っていきます。やっぱりハーベスターのね、攻撃力、まああと雷の杖とかね、ソウル系は高いので、1つ2つ持っておくと、ボス戦は結構楽になるかな。よし、 OK。 で、ここも、クリーパーは出るんだけども、全然倒せるので大丈夫です。囲まれた時とかはパワーシェイカー使えば、まあ突破はできると思います。で、9回クリア。次行きましょう。報酬は何もいりません。で、商人ですね。ここで、ボールを上げていきます。輝くローブです。アーティファクトのね、ダメージアップされるので、まあいい感じです。まず、プレステ版では下からです。多分スイッチ版はね、上からだと思う。これね、違うんだよね。あ、待て、あぶね、あー、あ、いけたいけた。最初からね、まずあいつを倒せないと厳しいので、まあまあいい感じでしたね。1体になってしまえば、もうエボーカーは雑魚です。はい、終わり。おお、なんか終わるのが遅かったぞ。報酬いりません。そのまま行ってください。で、こっからね、15回ぐらいまでは余裕です。特に問題なく倒していけると思います。
よし、やっぱりね、このね、バトルローブの火力アップがかなりいいんだよね。うん、バトルローブの近接プラス 30%、 これは本当にね、いい感じ。ちょっと待って、おー、なんだ、見えてないぞ。いいね。はいはい。で、こっちにもいんのか。あー、避けられた。よし、敵が多いからね、ちょっと時間かかってめんどくさい。終わりか。12回クリア。何もいりません、そのまんまですね。で、ここも特に問題ないです。で、ハーベスターが一応使えるようになってたよね、2発ぐらいは。なので、まあ、もしも危ねえって思った時にはもう迷わずガシッと使っちゃってください。うん、ここら辺から敵も多くなってくるので、ソウル集まります。あれ、矢が出ないな。あ、でもまあ500本以上あるから大丈夫か。よし、終わり。13回クリア。よし、ここでこれバーストクロスボウ取っていってください。で、エンチャント、入れましょう。追い打ち2と、あと虚無もしくは火属性、どっちでもいいと思います。うん、俺は火属性の方が好きかな。と、毒の雲も1ぐらい入れとってください。いきましょう。まあ多めに入れてもいいですけども、これはこれぐらいで十分だと思いますよ。で、ここがあいつが多いのよ、ロイヤルガード。ロイヤルガードが鬱陶しいので弓で戦ってください。毒の雲がね、いい感じのダメージを与えてくれます。よし、 OK。 いいね、パワーシェイカーがいい感じ。うん、あ、ハーベスター結構やっぱ使うね。ハーベスターのソウル消費はやっぱりかなり激しい。うん、まあその分ね、火力は抜群なんだけど。 OK、 よし、終わりですかね。はい、14回クリア。次に行きます。ここですけども何もいりません。あ、違う違う、いるいる、ここ種だ、種です。種を持っていってください。この汚染された種が、いいダメージ出してくれます。特に一番ね、 HP の低いスケルトンとかゾンビとか、あそこら辺を、まとめて一気に倒してくれるので使いやすいです。で、これは、ここで戦って大丈夫ですね。で、汚染された種は、ディレイタイム結構短めなので、ガシガシ使っていってください。OK、 汚染された種はね、結構俺好きなんだよね。よし、危ねえ、凍結するわけにはいかない。いいね、終わりかな。落ちないようにね、ここね気をつけてください。無理にコースをすると落ちちゃうので、まあ安全第一がいいですね。はい、ここ報酬何もいりません。んで、ここも特に問題はない場所ですかね。うん、まあパワーシェイカーと汚染された種をうまいこと使ってください。でも、パワーシェイカーがもうそろそろ火力がね足りないのよ。うん、なのでそろそろ変えていきます。 OK、 いい感じ。あ、そういえば黄金何がついたんだろう、黄金スキル何がついたのか、ちょっと後で見てみようかな。
はい、はい、終わりかな。はい、あ、終わったね。はい、あ、違う、黄金まだか。で、ここ報酬いりません。そのまま行きましょう。んで、ここがねちょっと難しいです。17階。とにかく、エンチャンターとジオマンサー、あいつらを先に倒すようにしてください。やってるとね、出てくる場所がもう大体分かってくるので、そこに、ま、できるだけ早く向かって、倒すようにしましょう。あいつらがいるのね、ほんとね、よし、どうしようもなくなるので、とにかく急いで処理していってください。うん、この汚染された種が結構いい感じです。終わりか。終わりだね。はい、17回クリアで、ここでこれ雷の杖とパワーシェイカーを変えていきましょう。はいはいはい。で、あ、ラビジャーいるんですけども、よし、うまいこと倒してください。さっきのね、草刈りをする場所、あそこで結構ソウルは溜まってると思うので、ガシガシ使っていって大丈夫です。ラビジャーは結構ね HP 高いので、ソウル系で一気にぶっ放していくといいです。あー、来ないと思った、そこにいたのか、合体してたのね。よし、終わり。18回クリア。武器変えましょう。グレートハンマーです。グレートハンマー、火力はねいまいちなんだけども、まあ、使い勝手はいいです。使い勝手はいいで、輝くローブ、これを上げていきましょう。じゃないとボスの火力が高いので、耐えれません。うん、ものすげえ高いのよね。で、エンチャント入れてください。まあ、そんなにね入れるやつはないんですけども、衝撃波、そして毒の雲か凶暴か、これ好きな方入れてください。俺は毒の雲をね入れてます。まあ、2ですけども3入れても大丈夫です。うん、まあ、2も3もそこまで変わりはないのかな。はい、で、ここ上の伸びから倒します。伸びから倒すね。で、こいつだけまず倒しておけば、エンダーマン動かないので倒しやすいと思います。はい、終わり。で、残りはエンダーマン。エンダーマンは、弓を使っていけばノーダメで倒していけると思うので、弓と、まあ、ソウル系とかうまいこと使って倒していってください。いいね。おしまい。20回クリア。んで、ここでこれ、森の矢筒を取っていきましょう。ハーベスターがねもう、ダメージが低くなってますので、ハーベスターと変えていいです。でも連射系の弓と、矢筒は相性がいいので、ぜひ使っていただきたい。で、貫通能力があって、で、それによし、このね毒の雲が発動するとほんとねいい感じになるんですよね。しゃ、オーケー。うん、さすがにやっぱりもう火力がね、敵の火力が上がってきてる。やばい、息ができない。よし。んで、このねハンマーについてる衝撃波、これがね結構いい感じなの。うん、ハンマーもともとあんまり攻撃範囲は広くないんだけども、この衝撃波がものすごいいい感じです。あとそこか。終わり。次いきます。で、ここでコグクロスボウを取っていきましょう。
ホグクロスボウが、まあ、メイン武器となりますね。エンチャントですけども、追い打ち2。で、虚無2。ここはね、テンポセフトか連鎖反応、どっちでもいいと思います。これは今ね、連鎖反応の方を押してますかね。うん、場所によっては、テンポセフトの方が、うまいこと逃げれたりして、いいんだけども。今回は、こっちの方がいいかな。OK。で、敵が結構鬱陶しいので、コグクロスボウ、そして、種を使って倒していくと早くいけると思います。ここほんとね、この手前のところにね、敵がいっぱい出てきて鬱陶しいんだよね。はい、ちょっと待って、こいつら倒していきたい。あー、あっちまで届かないか。いきます。いけたー。で、あと上の方に少し敵がいておしまいですね。毒の雲、あ、毒の雲じゃないや、汚染された種を使えば、まあまあまあ大丈夫だと思います。終わり。22回クリアです。報酬何もいりません。で、ここは特に問題ありませんね。まあ、弓と種をうまいこと使っていってください。うん、ほんとこのハンマーのね、衝撃波気持ちよく倒せるので、ぜひ試してみてください。もうちょっとね、火力が高ければなおいいんですけども、あんまり火力は高くないです。うん、でもまあまあ、この使いやすさで火力まで高かったらやばいんですよね、実際。よっしゃ。で、残りは上でおしまいです。この攻撃が当たる場所で種をある程度当ててやるとすぐ倒せます。はい、終わり。23回クリアです。報酬何もいりません。で、ここもね、敵結構多いです。結構多いので、一応注意して、うん、まあ、戦い方としてはいつも通りですよ。うん、いつも通り、この種をうまく使いながら弓で削っていく感じがベストかな。エンチャンターをね、できるだけ遠くから仕留めときたい、先に。うん、弓当てればまあ倒せるんで。はい、連鎖反応が本当にいい感じ。よし。あ、で、何だったの実際、あの黄金、何がついたんだろう。ちょっと見てみましょう。あー、ライフブーストか。いや、ライフブーストか。まあ別にやられはしないから、あんまり意味がないな。まあ保険ですね、保険。できれば大電とかなんかそういうのね、ついてくれれば嬉しいんだけども。まあ仕方ない。よし。24回、敵多いね。敵が多い。し、攻撃力高いやつも結構いるんで、まあ、本当に安全に行きましょう。弓を使っていけば安全なんで、弓とね、種。俺、犬、あー、いた。なんでそんなとこにいた。24回クリア。次に行きます。報酬何も言いません。で、ここも特に、注意するところはないかな。まあ普通にいつも通りの感じで倒せば大丈夫です。うん、やっぱ汚染された種がね、結構今回鍵を握ると思います。いけー。いいね。よし。で、こいつ、タワーガードには弓使っちゃダメだからね。うん、まあ、汚染された種を使った後だったら使っていいけど、一応そこは
取り扱い注意でお願いします。よし、はい、終わり。25回クリアで、ここで、ようやくね、あれが出てきます。絶対必要なアーティファクトですね。ドラです。ドラを種と変えてください。うん、あの杖と変えてもいいんですよ。杖と変えるっていう手もあるんだけども、うん、杖は最終面で意外と使えますので、これは、種の方を変えていきます。ここも特に問題はないと思いますね。もう難しいところはある程度過ぎました。よし、キーパーまあ出るんだけども、あんまり危険じゃないところに出る、一番奥に出るんで大丈夫でしょう。はい、26回クリア。敵少ないね、ここら辺はサクッと終わっていい感じで、26回報酬何もいりません。で27回、弓をね、使っていきましょう。ここはこのね、リッチが鬱陶しいので、うまいこと連鎖反応が発動するといいですね。で雷の杖とかもどんどん使っていってください。ソウルはね、もう腐るほど溜まってますので大丈夫です。いけ、オッケー。コグがもうちょっとね、連射できればいいんだけども。あ、そうか、速射かなんかつければ強いか。よし、終わり。27回クリアです。あんまり前に出すぎないようにですね。でここで防具変えます。狩人です。狩人が攻撃力、近接じゃなくてコグクロスボウの攻撃力が増えるので、いい感じです。んでラッシュも2入れておいてください。ラッシュを入れとくとうまいこと逃げれたりするので、まあ弓を使うときにはすごく有効ですよね。はいはい、いけー。もうとにかくコグクロスボウが強い。よし、 OK、 いいんじゃない。オッケー、いいね。雷の杖はね、消費がそんなに激しくないので意外と打ち込んでいっても大丈夫なんだよね。結構もったいなくって俺使わないことが多かったんだけども、そんな消費ないよって教えてもらって、それから結構使うようにしてますね。うん、あれで結構連射が効くんでいいです。はい、次、ここ槍です。うん、槍が、ボスの雑魚処理に一番適してるかなと思うからですね。うん、槍が一番、うん、雑魚処理には向いてるかな。あ、で、コグクロスボウを上げていきましょう。で、ボスです。で、エンチャント入れましょうか。もう、もりもり入れてください。衝撃波3、そして重力で爆発もね入れとくと意外と雑魚処理で役に立ちます。んで連鎖反応ですね。はい、ボス戦っていきます。基本的に、弓メインです。いけ、弓がとにかくダメージを与えてくれます。よし、 OK、いいんじゃない。よし、で雑魚が出てきたら槍がいい感じになってくれますね。終わりでーす。ソーブレードとか無知でもやったんだけども、ちょっと雑魚処理にね、あれは戸惑う。なので槍がいいです。では報酬見て終わりましょう。今回まだ1個もいいのが出てない。
ミステリー。おー、なんか、おー、吸血珍しいね。吸血珍しい。いやー、いらないかな。まあ、吸血珍しいからこれ取っとこう。はい、ということで、タワー完全攻略でした。サクッと進めば、28分とかそれぐらいでクリアできますので、まあ、うん、ちょっとはマシかな。はい、まあ、途中途中難しいとこあるので注意してください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。